おはようございます。おはよう。帰るよ。帰る朝だよ。ん？むーちゃん、むーちゃん、むーちゃん、帰るよ。片付けるよ。ぬーちゃん、片付けるよ。ペロペロしてる場合じゃないよ。寒いな。小麦さん一人旅です。朝食のサラダバーを食べに来ました。むぎちゃん、食べ過ぎたらギョボギョボ出るで。
線と撤収の間、ベッドテントに閉じ込めたところ、大豆がものすごい勢いで送ってます、怒ってます。うん、やだね、そんな狭いとこね。出たい出たいね。ちょっと待ってて、もうちょっと。麦ちゃんも必死です。大ちゃん必死です。大ちゃん顔が面白いぞ。はい、もう少し待ってて、お片付けしてからね。もう猫テントから出たい出たいってうるさいから出しました。逃亡罪の刑で逮捕する。逮捕確保。そんな下へ潜ったらダメだよ、大ちゃん。そう、車の中乗っててね。大ちゃん、ワニだよ。帰るよ。はい、撤収しました。あとは、無事に帰るのみです。はい、来た時は満開だった桜も葉桜になりつつあります。何してんのお前、何してんの服が汚れるじゃないか匂いつけてんの何なんだあいつ、何なんだいいかいいか帰るぞ タンポポとニャンズとお母ちゃんが邪魔をする。
よし帰ろう。はい、おしまい。終わり。終了。無事終了。あとは無事に帰るだけです。お疲れ様でした。猫が乗ってます。はい、帰るよ。はい、帰るよ。うん。うん。悪い。またねーって。悪い。またねー。また来るねー。よかったねー、大ちゃんねー。いっぱい遊んだねー、今回はね、大ちゃん。うろうろうろ。おーい。大ちゃんでーす。大ちゃんでーす。はいはい。はい、もう降りといて。はい、お利口だね。はい。もういいわ、あんたのアップは。もう分かったわ。はい。はい。ほら。ちょっとお洋服、暑いかもわからんけど。脱がしたら、動きが機敏です。ハーネス。ハーネスとか、つけてないね。仲間です。昨日、麦ちゃん、結構真剣に走ったけど、追いついたもんな、簡単に。あれ、何もしてなかったら絶対無理だな。はい、いい場所見つけて寝てください。お疲れさん。お家まで1時間ほどです。ストーリー、疲れでした。お疲れでした。産経新聞なんか見ますと、もう有事の際はこのようにしましょうというようなね、表が出てたりするんですよね。ミサイル攻撃から避難するには着弾地域を特定するのは困難なので、屋外にいる場合は近隣の頑固な、こういうものがもう日本の新聞にも出て、キャンプの残り物の鶏肉と牛肉がちょこっとと、うん、これキャンプで食べ忘れたカニ味噌、カニ味噌缶詰。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニャンズお疲れ様。お疲れ。ご苦労さん。楽しかったね。楽しかったね。お父ちゃんは昨日酔っ払って転んだみたいで傷だらけ。傷だらけからの準備。ここも痛い。マッサージじゃんこれ。もうここが折れた折れたって言うと、うん、折れてへんわ。これ多分日々は言ってるな。言ってませんわ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。